はい、それではお時間にはなりましたので始めさせていただきます。えー、本日は伊藤千尋さんと芝玲さんの、えー、出版記念企画ということでウクライナ危機から平和の道を考える、えー、ご参加いただきまして誠にありがとうございます。えー、本日司会進行を務めさせていただきますピースボートの松村真澄と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 今日は会場にもたくさんいらっしゃってるんですけれども、Zoom、えー、からも参加されているということで、えー、こちらのカメラで映、えー、されているということなんですけれども、たくさんの方に参加していただいております。えー、本日の趣旨なんですけれども、もちろんこのお二人の出版を記念する、えー、こういった企画ではあるんですけれども、この3年近くですね、コロナ禍でなかなかみんなで会うことができなかった、集まることができなかったということと、今年に入りまして、ウクライナでの戦争が始また、 始まってしまった、えー、本当に世界はどうなっていくんだろうというふうに不安に思われている方も多いのではないかというふうに思います、えー、今日はですねあの平和のために交流を 促している市民社会フォーラムさんの主催になりますけれどもそういった意見交換お二人からたくさんのお知恵をいただいて意見交換を行って世界のことを考える平和のことを考える私たちにどんなことができるかを考える時間にさせていただきたいというふうに思います。本日の流れれれなんんですけれどもこれから伊藤千尋さん 千葉玲さんから40分ずつ講演をいただきまして一度休憩を取りたいと思います。 その後え皆さんの方からお祝いのスピーチということで、3分ぐらいずついただきたいと思います。その後ですね、お二人を交えた対談を行いまして、質疑応答を行います。質疑応答は申し訳ございません。Zoom の方はチャットに送っていただくということになっておりまして、会場の皆さんはこちらの質問用紙をお配りしていますので、こちらに書いてですね、受付または司会の方にお持ちいただければというふうに思います。本当にあの貴重な 機会でして、えーえー、これからどんなことをしていけるかということをぜひ皆さんと考えたいと思いますどうぞよろしくお願いいたします えー、実はあの今日は着物で来てまいりまして、自,自分では九条着物の子というふうに言っております、えー。その内容については、もしかしたら千尋さんが紹介してくれるかもしれませんけれども、えー、これから移りたいと思います、えー。それではご紹介いたします。今回、非戦の誓いを書かれました伊藤千尋さんです。 皆さん、こんにちは。えー、伊藤千尋と申します。あのー、今日は、えー、全国あちこちから、まあ、見てらっしゃる方もいらっしゃいますけども、今、この会場にもですね、あのー、わざわざ群馬からやって来られた方いらっしゃる。えー、さらに、えー、秋田から、このボランティアでお手伝いに来られた方もいらっしゃるという、なんか、すごい <laughs> えー、しかも、あの、今、司会をしてくださっている、えー、まっすん、えー、えー 本名は松村とか、<laughs> 松村松美さん、あのピースボートにずっと頑張ってる方ですけども、えー、彼女も群馬からやってこられたということでですね、あのー、本当にあちこちから皆さん、えー、いろいろ活動してらっしゃるんだなという方がここに集まってらっしゃいます。で、えー、僕が書いたのは、戦の誓いというこの本、この5月に出したものですけども、 これはあの、日本全国にある憲法9条の日を訪ねて回ったという記録なんですねあの。この本に書いたのは全国23の憲法9条の記念日です。でところがその後いろいろ分かったり、さらにその後新しい記念日ができたりして、またこの11月には北海道室蘭にもできます。全部合わせると30になるんですね。どんだけ今どんどん憲法9条の日ができている。なぜできているかというと、 普通記念碑というと、なんか過去にあったものを忘れないために作るというものですけども、この記念碑は違うんですよね。9条がおろすかにされようとしている。おろすかにされるようなものじゃないんだよ。というのを、本来日本の私たちの心のよりどころというよりも、これから私たちがどういう世界を作っていくか、それを示したものがこの9条なんだということを、これを見よう。水戸公文の印籠みたいにですね、示すような。 そういう存在なんですね。だから今、あちこちで作られようとしてます。この後もですね、えー、例えば埼玉、ま、それから東京の府中、それから関西でも新しい救助の記念碑を作ろうと、そういう動きがどんどん進んでます。で、今日はですね、あのー、ウクライナのことをまず話して、ウクライナと日本の関係、えー、そしてその後、憲法救助の話をします。画面を見ながらあお見せしようと思うんですね。 ウクライナ、今年の2月24日、ロシアは突然、軍が侵入して大きな問題になって、未だに8ヶ月以上続いてます。で、このウクライナという土地、あんまり知られないですよね。でも知られないけども、この土地、非常に重要な土地です。画面にあるピンク色のところがウクライナ、大きい土地ですよ。日本の1.6倍あります。で、ヨーロッパの中ではロシアに次いで2番目に大きな 国なんですね。そんなに大きな国なのに、日本人であんまり行ったことがない、普通日本人ってヨーロッパあちこち行くじゃないですか、どんな辺境にも行ってるのに、でもウクライナはあんまり行ったことがない、なぜそうなのか、と。埋もれているからですよね。生まれているというのは、ですね、ロシアの中に大ロシアと小ロシアというそういう歴史的な考え方があります。ロシアは偉大なんだ。その大ロシアのほんの一部、小ロシアという地域がある、これがウクライナである。 ウクライナのってのはほんの一部なんだ。こういう考えがロシアの中にずっと根付いてきました。帝政ロシアの時代からですよね。そして、えー、小ロシアというぐらいですから、かなり弾圧されてきたわけですよ。あのソ連のスターリンの時代、この土地は小麦が取れます。これ、今画面に出てるの、これ国旗じゃないですよ。風景ですよ。上が青空、下が小麦畑なんですね。黄金色の穂波ですよ。 ウクライナに行くと、田舎の方に行くと、こういう光景がずーっと続きます。ウクライナの面積って日本の1.6倍ありますけども、そのうちの日本の面積分がこんな感じですよね。それをそのまま国旗にしたのがウクライナの国旗ですけども、その小麦がたくさん取れる、ところがスターリンの時代に、その小麦を全部モスクワに取り上げるわけですね。そしてそれをヨーロッパに売る、これがあのフランスパンなんかになるわけです。そのお金がモスクワに入ってくる、モスクワだけにとどめるわけですね。 ウクライナにはどうど、どうなるか。ウクライナの人が当時、植え人してしまいました。その数が350万人ですよ。350万人が小麦を取り上げられて植え人してしまう。そういう扱いを代々このウクライナはロシアの中で受けてきたわけですね。で、えー、ウクライナって、皆さんウクライナ人って誰か知ってますあんまりピンとこないですよね。例えばチャイコフスキー。チャイコフスキーってウクライナ人ですよ。 えわあれはロシアの作曲家ではないかと思われましょうけど、実はウクライナなんですね。そうやってウクライナの国、人、文化、も全部いいものはロシアなんだと。あ、チャイコフスイ、ロシア人なんだ。いいものはロシア人、ロシア文化え。こういうふうにされてきて、ウクライナという名前が抹消されてきた。それに対してウクライナの人々はどっこい、私たちはちゃんと生きてるんですよ。我々はウクライナ人という存在なんだと。このアイデンティティを無にしてくれるなと。 こういう主張をずっとしてきました。これ、ウクライナで今、盛んに砲撃を受けているオデッサという港町です。僕、ここに行ったのは、ね、あのあのピースボートに乗って行ったんですね。野平君、ありがとう。ヤンバー、ありがとう。<laughs> ここにちょう行ったのがちょうど10年前でしたらあの、4月1日、春の日のパレードというのをやっておりました。この画面に階段が映ってますよね。これ、ポチョムキンの階段と言います。戦艦ポチョムキンという映画を見られた方、この中でいらっしゃいます。 結構年代がいってる方か、えー、意識がある方か、どちらかってう。戦艦ポチョムキン、その映画、エーゼンシュタインという人が撮った映画に、この階段が出てきます。えー、この戦艦ポチョムキンというのはですね、1905年にあった歴史的な事実なんですね。えー、ポチョムキンという名前の軍艦が、この港町地について、そこで反乱が起きるわけですね。水兵,水兵たちが反乱を起こします。というのは、上官たちや将校たちはいい食事をしていた。 いい肉を食ってたところが水兵たちは腐った肉しか食べさせられなかった、おかしいじゃないかと言って反乱を起こした、これが戦艦ポチョムキンの反乱、えー、人類の歴史を初めて軍艦に赤旗が翻ったと言われますけど、この反乱を起こした水兵がウクライナ兵、ウクライナの兵隊ですよ。ウクライナの人って何かおかしいことをされたら、正義でなかったらおかしいときちんと言って行動に移す人なんですね。 同じ1905年の1月に、えー、ロシアのサンクトペテルブルクというところで血の日曜日事件というのがありました。えー、坊さんがですね、主導して、えー、国,国民に労働者をちょっと団結しようって言って、坊さんですよ、ロシア政権の、えー。ガポンさんという人です。この人が呼びかけて、えー、宮殿、えー、ロ,シ帝政ロシアの宮殿です。そこに、えー、行進をするわけです。平和の行進をするんですよ。 それに対して皇帝の軍隊が発砲してきた。これがロシア革命の大きなうねりになってくるわけですね。この坊さんがウクライナ人です。そうやってウクライナ人ってのは、あの、なんかおかしいことをされたら黙ってはいない。報道を起こす。そういう人なんですね。このオデッサの街を歩いていくと、こういうものがありました。右側の方、ユダヤ人の記念碑ですね。これは第二次大戦が始まって、ここにヒトランの軍隊が入ってまいります。 そのヒトラーの軍隊は、この街にいたユダヤ人たちを集めてですね、虐殺したんですね。このウクライナという土地、えー、さらにその南のオデッサという街、ユダヤ人がたくさんいることで有名です。今のウクライナのゼレンスキーという大統領、この人もユダヤ人ですよね。ユダヤ系がたくさんいるんですよ。そのユダヤ人を全部集めて殺してしまった。その殺されたユダヤ人の記念碑なんですね。裸にされて。 もう金馬から指輪から全部取り上げられたということを象徴しています。その横にもう一つ記念碑がありました。それはユダヤ人をかくまったらその人も殺されると分かっていながらユダヤ人をかくまったそういう人がたくさんいたんですね。そういうウクライナ人がたくさんいました。そのうち42人がナチスに見つかって銃殺されました。その42人を記念する記念碑がその横にあったんですよ。 そこにこう書いてあった。一人の命を救った人は、世界を救った人だ。これはどういう意味でしょうか。自分の命がなくなるかもしれないと分かっていながら、ユダヤ人を助ける、人を助ける。崇高な行為じゃないですか。本来人類ってのは、そういうふうにあって初めて人間と名乗ることができるんだ。ということを言いたいわけですよね。 いや、この人助けたら私死ぬんじゃない。じゃあ、やめよう。つって,っていや、そういう態度は人間とは言えないのではないか。動物ではないか。人間という以上は、目の前に殺されようという人がいたら、助けるもんだ。それが本来人間なんだ。ということを示してるわけですね。もう一つ記念碑がありました。ここに少年の写真がありますけども、このナチスが入ってきた時に、 当時のオデッサの人々、ウクライナの人々は、ただ黙って見ていたんじゃないんですよ。抵抗いたしました。抵抗する中には、武器を取って抵抗するパルチザンという、うまあ今でいうゲリラですよね。そういう人もいました。その人々が1,500人いたんですね。武器っても、まあ、何もなかったわけですけども、要するにナチスの軍隊を襲って武器を取り上げて、それで戦うわけですよ。 熾烈な戦いですけども、そういうことをやった人がいた。その中の一番若いのがこの少年、16歳だったんですね。16歳。えー、芝君の娘さんも16歳ですけども。<laughs> 16歳でそれを戦った。彼見つかっちゃうんですよ、ナチスに。そして捕まっちゃいます。そして、えー、お前たちは一体どこにいるんだどこに潜んでいるんだえー、それがナチスには分からなかったんですね。それを吐け。 って言って拷問されたんです。でも彼は口を割らなかった。そのために、えー、結局彼は銃殺されるわけですね。そういう人がいた。これを見ても分かるように、ウクライナの人ってのは、正義でないことをされたら、黙っていないということは、ここにも見られると思います。そういうところに今回ですね、えー、ロシアが入ってくるわけですよね。 で、プーチンが、ああ、なんで、えー、このお、ウクライナに入っていったのか。大きく二つの理由があります。一つは、プーチンはですね、ウクライナはロシアの一部なんだと、えー。さっきの大ロシアという考え方ですね。そのロシアの一部に、えー、なんと NATO、北大西洋条約機構いや、西側の軍事組織ですよね、えー。これが手を伸ばしてきた。ということは、ロシアの一部が NATO 側、西側に取られるんではないか。 これは見捨てておけないっていうのが彼の言い分なんですね。去年の7月に、えー、プーチンが論文を出してます。えー、それを読むとですね、えー、こう書いてある。ウクライナという国はそもそもないんだ。ウクライナという地域はある。でもそれを国としたのがそもそも誤りである。いつ国になったか。ロシア革命の時にレーニンが作っちゃったわけですね。レーニンというバカ者が間違えて作ったんだと7月に書いております。 人が間違えて作っっちゃった。本来はウクライナという地域であって国にするべきものではなかった。それをあの間違えて国にしちゃってそ、そこからが間違いなんだ。で、でそれをウクライナという地域がですね、なんとこう国というふうに名乗って、しかもそこにゼレンスキーというひどいナチスみたいな指導者が現れて、 このウクライナという国を地域を全部西側の方に持っていこうとしているこれはけしからんというのはカルムイーブルです NATO という組織北大西洋条約機構これは東西冷戦の時に生まれました当時のソ連に対抗するために西側の国アメリカとかイギリスヨーロッパ西側諸国が作った組織ですよ、ね、本来これは 東西冷戦が終わったらなくなって叱るべきものですよ。なくならなかった。これがそもそもの過ちなんで。なくならないどころか拡大したわけです。どこに拡大したかっ。今あ出ている地図のですね、えー、濃い青色の部分がもともとの NATO の加盟国です。それが水色の部分に、えー、拡大していったわけですね。水色の部分っていうのは旧東ヨーロッパ、あるいは旧ソ連ですよ。 水色のうちの一番上の小さな三つ、これはバルト三国って言って、これは旧ソ連の地域でありました。旧ソ連の地域と、さらにソ連の影響下にあった東ヨーロッパの国々が、なんと西側の軍事組織に入っていってしまった。これでもうプーチンはもう前からカリカリしてるわけですよ。で、そこであろうことか、なんとロシアの一部であるウクライナまでも、 この西側の軍事組織に入ろうとしている。これは NATO の差し金で,で、えー、あって、えー、こんなことは許しておけないというのが彼の言い分なんですね。NATO の差し金であるという言い分でこれって世の中はロシアと東側と西側とこの2つで出来上がっているという大国主義な発想ですよ。この地球上はアメリカとそしてロシア。 この2つの勢力から成り立っておる、あとの小さい国には見捨ててもいい、これが大国主義という考え方ですけど、まさにそういう発想に立ってるわけです。でも、世の中違いますよ。この水色の地域は、別に NATO から、あんた入れと脅されて入ってんじゃないんですよ。それは東ヨーロッパを取材してみるとよくわかります。僕が最初に取材した東ヨーロッパの国、学生時代だったんですけど、今から50年前ですよ。 ルーマニアだったんですね。大学であのルーマニア語のゼミというので、ルーマニア語という言葉を教わりました通訳までやったことありますけども、そのルーマニアを取材したのが僕の最初の海外取材体験だった。そこから今度は、中南米の特派員をした後、ヨーロッパの特派員になって、すぐ最初に取材したのがユーゴの戦争だったんですね。で、ユーゴに取材に行きました。 そしてその後ベルリンの壁が崩壊する、1989年、この時に東ヨーロッパの革命、東欧革命というのはずっと回ったんですね。ベルリン、チェコ、そしてルーマニア、ポーランド、こういったところを回ってみた。そして3年前にこのバルト三国、この3つの国ですね、上の3つの国、そこを取材して回った。そこで分かるのは、地図の上では小さな国。 あるいは世界史の中ではまああんまり日本に紹介されない国だけど、そこにいる人々は私たちの存在を知ってくれ。私たちはちゃんと生きてるんだよ。何も世の中ロシアとアメリカだけじゃないですよ。中国だ中国と日本だけでもないですよ。私たちは一人の人間として生きているということを主張する。その主張の力とてとても大きかったんですよね。なんか見捨てられたくないという発想が。 それどころじゃなくて、私たちは独自の文化を持ってる。これをちゃんと認めてくれよと言いたい。そういう発想なわけですよ。だから、今回ですね、西側の NATO の諸国が、えー、彼らにちょっかい出して無理やり引き入れたっていうんじゃないんです。彼ら自身が、えー、この NATO に入っていった。それはなぜか、ロシア軍の脅威があるからですよ。バルト三国の一番北、イストニアという国に行くとですね、 いまだにエストニアの東の側の部分はロシアに奪われております。そして僕が言ってた期間中も毎日ロシアの軍用機が上空侵犯、領空を侵犯しておりました。こういう状態の中でロシアの脅威がある、だったらそれを何とか逃れたい、その恐怖から逃れたいというのがやっぱり通説な彼らの考え方なんですね。ロシアのの主張その2 えー、ウクライナの、に、えー、ロシア人が住んでる地区があると。えー、この彼らが、ロシアに対して助けを求めてきた。えー、ということを言ってるんですねで。彼らを保護しなきゃいけない。こうして、領土を取ろうというわけですよ。これはね、今の時代通用しません。前は通用したんですね。前、そういうことをずっとやってきた国がありまして、アメリカという国ですよ。この地図見てください。これ、黄色いとこ、メキシコなんですね。 えなんか違うじゃないかと思うでしょ。昔のメキシコはこの黄色い大国だったんですよ。北半分をアメリカに取られてしまいました。えどうやって取られたかと。今回、ロシアがウクライナに侵略したのと全く同じやり方なんですね。この黄色いところのですね、ちょっと右側のちょっと角になった部分、これテキサスですけども。テキサスがですね、当時、昔はまあ砂漠、サボテンだけだったと。人が住んでない。 でメキシコの政府はアメリカ人に呼びかけて、どうぞここに移民してくだ,移民してください、えー。耕したら自分のものにして結構ですと。こういうこと言っちゃったんですよ。そうしたらアメリカ人が退去して入ってきます。気がついてみたらアメリカ人の方が人数が多くなっていた。この時にアメリカ人たちが、俺たちの方が人数が多いんだから、ここはテキサスアメリカ共和国と言って独立しようじゃないか。そしてすぐアメリカの一つに州にしてもらおうと。こういうこと言い出すわけですよ。 で、えー、それに対してメキシコは政府はとんでもない,い。政府軍が出てきます。ここでメキシコの政府軍対このテキサスのアメリカ人たちとの戦いになる。このおテキサスのアメリカ人たち2、300人ですよ。取り出に立てこもるわけですね。取り出の名前がアラモの取り出ています。このおアラモの取り出に立てこもった人とメキシコの政府軍が喧騒して、当然メキシコの政府軍が勝ちます。そうするとアメリカ政府が出てくるわけです、ね。 同じアメリカ人がメキシコの政府軍に殺されてしまった。これは許すことができない。アラモを忘れるのは、リメンバー・アラモどっかで聞いた話じゃないですか。リメンバー・パール・ハーバー。この国のやり方はみんな、いつも同じなんです。我々がや,やられたんだから、やり返すのが正しい。こういう論理でもってアメリカは戦って、そして領土を拡張してまいりました。この時はま,たまさしくそうだった。 そういうやり方でメキシコの北半分を奪っちゃいました。奪ってすぐにカリフォルニアで金が見つかるわけですね。そういうことをやってアメリカはでっかくなっていくわけです。えー、しかしまあ今回ですね、えー、プーチン、えーえー、戦争を仕掛けて、最初は3日間で終わるといわれてました。3日間で終わらなかったと、8ヶ月続いてますよ。しかもロシア劣勢ですよね。 ロシアが劣勢になるなんて誰も思ってなかったです。だってロシア軍って92万おりますよ。ウクライナ軍19万6千ですよ。で、そんだけもう勢力が違うんだから、もうロシアがあっという間に勝つはずだと思うじゃないですか。プーチンは当然そう思ってました。侵攻から1ヶ月して、僕あの、東京のウクライナ大使に1時間話を聞いたことがあります。その時彼はこう言った。びっくりしたと。最初の頃のロシア兵の捕虜は、 パレード服を着ていた。パレード服を着て入ってくるわけです。普通戦争するときにはそんな服着ませんよね。野戦服、戦争、戦闘服を着て入りますよ。当然。ところが、パレード服を着て入ってなぜかと、プーチンの頭の中でウクライナ人って、まあ、まあ、真剣な奴らだと。ロシア軍が入っていったら、すぐみんなよく着てくれたバンザーって言って、迎えてくれる。こういうふうに思ってるわけですね。しゃいますよ。 そういう人々ではないんですよ、ウクライナの人々って。もう抵抗し、果敢に抵抗した。しかも、ロシア軍92万といっても、そのうちの、そのうちウクライナの戦線に貼り付けたのが36万ですから。36万のうちの半分、18万を入れるわけですよ。というのは交代でやりますから、36万のうちの半分、18万を投入する。するに18万のロシア軍対19万6千のウクライナ軍の戦いになる。だから互角なんですね。 そういう仕組みなんですね、戦争っていうのは。戦争ってあの物理的なものと、それからまあ、意思の違いによって決まりますけど、ウクライナの方はその自分たちが攻め込まれてるわけですから、それは必死で戦う。ロシア軍の方は、そのなんかパレード服着て入れよって言われてるもんですから、ピクニック気分で入る。もう意思が全然違うわけですね。えー、そういうことで今あ、戦いが続いてますけど、ちょっとかなり時間経ってきちゃうんで、これは、走りますね。 ということで、えー、日本はじゃあどういう反応を示したのか。ロシア軍が北海道に来るかもしれない。大変だ。と、日本も戦力を倍増すべきだ。ということが2月、3月の時点で言われておりました。そして多くの人がそうだそうだ、えー。これはもう大変だと、えー。日本も倍増しよう。といったこの時に僕にあの学生さんに聞いて、じゃあ日本の戦力って世界で何位ぐらいだと思うと聞くと大体ですね、100位ぐらいって言うんです。100位って。 そのぐらいにしか思われてないんですね、日本の自衛隊。目に見えませんから。100位ぐらいなんだからもっと増やしていいんじゃないというふうに思ってる。ちゃいますよ。日本の自衛隊の戦力、世界9位ですよ、今。これ、映ってるのはこれ自衛隊です。この戦車、見てください。あの、今、ウクライナでやってるロシア製の戦車よりは,はるかに高性能ですよ。で、今、あの、ウクライナですね、ジャベリンというアメリカ製のあの、対戦車砲、これがあの、活躍してるというけども、 川崎重工が作ってるのはもっといいやつです。というぐらい日本の戦力ってのはすごい進んでる、それをさらに、えー、防衛費を倍増にしたらどうなるか世界第3位になるわけですね。第3位ってのは世界1位がアメリカ、2位が中国、3位が日本ですよ。日本ってのは平和憲法を持ってて戦力を持たないって言ってる。なのに軍事力は世界3位って。世界からどこも信用されないですよね、こんなの。こういうことになろうとしている。 で、岸田さん、今の政府が言ってるのはですね、抑止論という考え方ですね。日本はあ、が攻められないためにはどうしたらいいか。それは敵と同じぐらいの戦力を持つと相手は怖がって攻めてこない。え、という、え、これがあ、抑止論という考え方です。で、それにするためには今の戦力が足りないというふうに言うわけですよね。で、今の5兆4000億円規模を11兆円規模にしようというふうに言ってるわけですけど 11兆円でも足りませんよ。今、防衛省が、仮想敵国と見てるのは中国ですよね。中国の年間の軍事費、それが27兆円あります。今でさえ、今でさえ日本の5倍なんですよ。だったら2倍ぐらいじゃ足りないじゃないですか。一旦2倍にしたら、3倍にしよう、4倍にしよう、5倍にしよう。当然、日本政府はそういうふうに言ってきます。消費税がいい例じゃないですか。 3%にして5%、8%、10%、1回釣り上げたら、1回上げ入れ導入したら、どんどん上げていく、これが日本政府のやり方なんですね。じゃあ、どこまで上げたら気が済むか、それは中国と同じになるまで,で。中国は今が27兆円ですけど、習近平は、ついこの間、もう向こう10年間の独裁体制をこう決めちゃいましたけども、彼はアメリカに追いつくって言ってるわけですね。 アメリカの年間の軍事費、101兆円ですよ。今でさえ、ね。101兆円。これに中国は追いつくってわけです。目標も掲げてます。2030年。遅くとも2049年。そこまでにアメリカのに追いつくと言っている。そうすると、中国が101兆円の軍事費にするなら、日本の防衛費も101兆円しないと、よく論としては釣り合いませんよね。そこまで上げます日本の年間の予算が。 100兆円規模ですよ。ということは、日本の予算を、年間予算をすべて、防衛費にしろということになっちゃうわけですよ。無理ですよ。我々生活できませんよ。でも、そういう方向に向けていくだろう。そうしたら、その先に何が待ってるのか、破綻ですよね。こうやって国が滅亡したのがソ連という国でありました。ソ連という国は、ドケットを月に飛ばすことはできるけども、国民にパンを配れない。 ということで、自ら崩壊してしまいました。それはアメリカと軍拡競争をしたからですよ。それと同じ道をたどろうということを言ってるわけですね。そんならダメですよ。さて、そういう中で国民に言われたのが憲法9条なんかで国を守れるかよく言われました。そういう話が僕のところにいっぱい来ましてですね、どう答えたらいいんでしょうこう答えればいいんです。 国を守るっていう考え方はどういう考え方でしょうか国境線を引きます。国境線を引いてその内側、手前は同じ国民である。これは守るべき、守るべき人々である。ということは国境線の向こう側は違う人々である。あるいは対立していったら敵になります。敵は殺してもいいんだ。殺すのが戦争なんだ。こういう発想になる。国境線を引いてこっち側だけを守るという考え方をすると、 やがて対立になって、その対立が武器を持つと戦争になっちゃうわけですね。結局、戦争が永遠に続くという国ことになります。国を守るという考え方をすると、戦争になっちゃうんですよ。で、戦争っていうのは、何も理性的に起きるもんにはありません。偶発的に起きます。例えば、今からちょうど60年前、キューバ危機っていうのがありました。えー、キューバにソ連がです、ね、ミサイルを持ってきた。えー、それに対してアメリカあのケネディ政権が、 そんなことならもう核でもやる、核兵器でもやるか、そういう発想になって、今みたいなことになって、ものすごいあの危機になっちゃったんですね。これ、この時にですね、幸い核兵器は押収されなかったけど、実は核兵器のボタンが押されようとしたの場所があります。沖縄ですよ。沖縄の読谷村というところに、米軍のメース B という核兵器、核ミサイルが置いてあって、そこに本国から指令がやってきました。 核ミサイルを4発飛ばせって言うんです。その時の現地の司令官が、この人が偉かった。この人がですね、おかしいなと判断して、ちょっと本国に確認する。そういうことをやったから、核兵器、核ミサイルのボタンを押されずに済んだんですけど、それをしなかったら、本当に核戦争始まってたんですよね。こういうことがあった。だから、軍隊、えー、国を守る、国境線を引いて、そこで、 こ内側だけを守るという発想をしたら、いつかは両方とも滅亡するんだ。みんなウクライナみたいな状況になるんだ。ということなんですよね。じゃあ、憲法9条って何を守ってんのか。9条は、人間性を守ります。人類を守ります。憲法9条は、うちの国だけが平和であって安心して暮らせればいいという偏強な一国平和主義ではありません。本国憲法全文にこう書いてある。 我らは全世界の国民が等しく恐怖と欠乏から免かれ平和なうちに生存する権利を有することを確認する。日本国憲法は日本だけが平和であればいい。他の国どうなってもいいっていうんじゃないんですよ。他の国の人々も一緒に安心して暮らせる、そういう国を作っていきましょう。これが日本国憲法なんですね。それが全文と九条に現れてるわけです。誇るべき憲法ですよ。 だったら、いや、それを持ってればいいのか、持ってるだけじゃだめですよ。それをさらに世界に普遍していかなければならない。例えば、平和憲法を持つ国を国連と国際法で安全を保障する、例えばそういう制度を作る、こういうことが必要なんですね。それを日本政府がやるべきなんですよ。これをやってい、えー、ってないから、救、え、助、ー、だけを持ってるんでは不安だというのは、その通りですよね。だったら、世界に平和を広めればいい。したがって 憲法9条で国を守れるかと言われたら、言い返してやりましょう。憲法9条は国を守り、国を越えて人類を守るんだ。言い返してやりましょう。これがアフリカ沖カナリア諸島にある日本国憲法9条の記念碑です。アフリカ沖のスペインの領土の島に、日本の憲法の記念碑がある、まさか、僕は出バだと思ってたんですね。現地に行ってみると、これがあったわけですよ。 でなんでこんなものがこれ、あの、白いタイルにですね、青い絵の具で文字が書いてあります。これ、スペイン語に訳した憲法9条なんですね。なんでそんなものがあるのか聞いてみたらですね、この空港とこの町、テルデという町ですけども、そこを結ぶバス道路を作った。その時に、えー、町の真ん中でちょっと空き地ができちゃったんですね。スペイン人ですから、設計ミスは当たり前です。そのお空き地をどうするかって、このテルデ市の、えー、サンチャゴさんという市長が考えた。 街の真ん中の空き地ならば、市民の広場にしよう。でも広場たくさんある。だったら、平和を考えるための広場にしよう。こういうのを考えるのが偉いじゃないですか。こういうのを考えるっていうのは、日本でいうと杉並区の区長ぐらいなもんですよ。で、えー、彼はですね、平和を考えるための広場ならば、名前は広島長崎広場にしたいと考えたんです。そして、えー、ただ名前をそう考え、つけたからといって、平和を考えにくいじゃないですか。 平和を考えるきっかけになるようなものをここに置きたいと思った。それで考えついたのが日本国憲法9条の記念碑なんですね。世界が平和になるためにどうしたらいいか。具体的に平和にするためには世界の国全てが軍隊をなくせばいい。それを私たちがまず軍隊をなくしましょう。そういう憲法が日本で作られた。これは日本だけじゃなくて世界の記念碑、世界の人類の記念碑である。記念である。だったらその記念碑をここに作ろうということを考えたわけですね。それを市議会に提案した。 議会で市議会で話し合いました。最後に採決のを取った。採決の結果は、与党や党こぞって満場一致で賛成ですよ。で、この記念碑が作られて、そして、えー、除幕式が行われた。それから1996年1月26日。この日、この場所に1000人が集まってきて、スルスルと除幕する。この島って沖縄と井戸が同じなんですねと。太陽がさんさんと照りつけて、この白いタイルに陽光が反射して、青い文字が浮き上がって見えますけど、その後何をしたか。 そこに集まった1000人一緒に歌を歌った。歌というのがベートーベンの大空歓喜の歌ですよ。第9条に大空ですよ。いいじゃないですか。ということをやった。えーと思ったんですね。いやー、アフリカ沖の島に憲法9条の記念碑があるんだと思って日本に帰ったら、沖縄の読谷村に憲法9条の記念碑がありました。その、なんでこんなものを作ったんですかって聞いたらですね、こう答えられたんですね。首位書というのを出してきた。 人間の欲望から発する戦争に対し、対し我々の中には生来の生きることへの願望がある。全ての命が当たり前にその一生を終えることができる社会。平和なうちに命を次へとつなぐことのできる社会こそ私たちの願い。その社会の実現を信じよう。我々自身の力を信じよう。世界中が救助の精神で満ちることを信じよう。立派な文句じゃないですか。日本の一つの島。 沖縄のそのまた一つの村ですよその村がこういう宣言を出して役場の前に憲法9条の記念碑を出してるんですね崇高なことをやってるなと思ったんですね僕はこの記念碑を見てお日本の他の場所にも記念碑があるかもしれないと思って探していったのが今回の非戦の誓いというこの本に書いた記録なんですね投稿してるうちにですね東京にもできました これ東京の球場の日ですね。東京の球場の日は球場をしてるんですよ。球場なんですよ。球なんですよ。いいじゃないですか。都市的な、都市感覚のユーモアがあるじゃないですか。こういうユーモアの段階に発展したってのはすごいと思うんですよね。やっぱり今まで四角四面のね、記念日だったんですよ。石の、コチコチの。それがこうステンレスで、しかも丸くなった。頭が丸くなったような感じですよ、ね。こういうのまでできてきた。 今、盛んにできてます。さっきも最初言ったように、狭山とかですね、府中とか、さらに関西の方、この11月には北海道室蘭にできます。というふうにできていっている。これ、沖縄に最初にできた記念碑です。那覇市の予儀公園にある。予儀公園というとですね、今からちょうど50年前、沖縄が本土に復帰した、その時に、基地付きの,反基地付きの本土復帰っていうのはおかしいという本土復帰反対集会。 本当に復帰するのは男性なんだけども、基地付きというのはおかしい、これを沖縄の意思に反しているという、そういう集会が行われたのが、この沖縄の那覇の与儀公園なんですね。その与儀公園に、えー、できた憲法九条の記念碑これが最初の日本の憲法九条の記念碑です。沖縄というと、ですね、えー、辺野古があります。つい最近あの、えー、この辺野古のゲート前に行ってみたら、人がいなかった。なんだ 人人じゃないいかというのをあの言ったあ人が揶揄した人がおりますけどもたまたま行った時に人がいなかった形って,って全ての運動を否定するってこれがまあ日本のあの日本に影響力を持っている人かと思うんですけどもこの辺野古の戦い実にしたたかですあの僕も何とか行きましたけども3年前に行った時のこれ写真なんですね3年前に行った時ですね えー、那覇に行きまして、えー、那覇の県庁前を朝9時に出るボランティアのバスがあります。えー、それに乗ると、現地まで連れて行って、また戻ってきてくれるんですよ。というのを聞いて、僕、そのバスに乗ったんですね。一緒に乗ったのが13人おりました。そのうちの2人は大学生なんですね。1人は早稲田、1人は帯広畜産大学の1年生の女子大学生。この13人で行って、こういう座り込みやるんですよ。最初、みんなね、顔がこわばるんですよ。 な、座り込みやるの初めてです。後ろに警備員でしょ前から機動隊ですよ。そり顔がこわばりますよ。そこにですね、おじいさんが一人マイクを持って出てきて、いきなり歌を歌い出したんですね。ゲゲゲゲゲのゲゲゲの前で座り込みという。<laughs> ゲゲゲの鬼太郎の替え歌ですよ。なんじゃこのおじいさんと思った。しかし、歌が出るとですね、顔がほころぶんですよ。今までこうスクラム組んでたのが、これ手拍子になっちゃうんですね。 おこなんかこう、沖縄ってこういうふうにやってんだ。このおじいさんが自己紹介しました。私の名前はハイジです。ハイジってアルプスの少女かと思ったらそうじゃなくて、うろちょろしてたらですね、この警備員から、これはそこのハイカイジジーと言われた。ハイカイジジを自分で縮めてハイジって言う。したたかじゃないですか。したたかで陽気。これが沖縄の戦いなんですね。またもう一つ別の場所に行ってみるとですね、えー、牧師さんがおりました。 その牧師さんが書いた本が後ろに売っておりますけども、金井さんといいますけども、この人がですね、から話を聞いたんですね。海上保安庁の職員、これ,これが妨害するわけですよ、妨害その、その海上保安庁の職員をこの牧師さんが説得するんですね。あんたね、この若いミそラになんでこうやってそのお年寄りたちをいじめるのか、そういう同じ日本人をね、こういじめるんじゃなくって、そうじゃなくって、 もっとあんた若いんだから世界中を見たらどうか、あるいはいろんな他の仕事をしてみたらどうかということを説得した。そしたら1ヶ月後ですね、この海上保安庁の職員がそこにまたやってきました。あの牧師さんいますかって今日は来てないよ。っだったら、あの、ことづてお願いします。僕、1ヶ月考えてみました。あの牧師さんの言葉が正しいと思った。だから海上保安庁を辞めました。そして、これから本当にその世界を見て回ろうと思いました。それを次に今日来たんです。ことづてお願いしますと言ったってですね。 これが沖縄の戦いなんですよ。向こう側にいる人を敵とは見ないんですよ。いつか自分たちの仲間になれる人々である。こういう発想をするわけですよ。どこから戦いが開けてくる。本土の方も、こういう、えー、陽気でしたかである。こういう、えー、形でやっていくべきだというふうに僕は思っています。その中で、えー、今日本の政治家がどんどん変わっていってですね、えー え、会見の動きが進んできて、え、衆議院も参議院も3分の1を、3分の2を取られてしまった。もうダメだって思う人がたくさんいますよね。もうダメじゃないですよ。やればいいわけですよ。そのやる先頭に立っているのが、この杉並区ですよね。杉並区、去年の選挙、東京8区だった。そこで、え、立憲民主党の吉田さんが、石原を落としました、ね。その時びっくりしました。 その同じ杉並区が今年の6月の区長選で47歳の岸本さん。彼女2ヶ月前までベルギーに住んでた環境問題活動家ですよ。その彼女がいきなり当選しちゃった。杉並区って何だろうと思ったんですね。で、いろいろ聞いてみました。そうすると、ここでは一人外線、一人で街頭に立って宣伝する。こういう活動をやった。ここなんですね。一人が何か主張するって戦っていく。 それによって世界を変えていくというやり方。これが実は世界の今の大きなやり方です。何も世界は議会とか政府が変えてくれるもんじゃありません。市民一人一人が動くということで変わっていくわけです。今日の司会をしてくれている松村さんについて僕はこれ昔本を書いたことがあります。発見の時代。もう2008年ですからすごい14年前ですね。ここにあの彼女の写真も出てくるんですけども。 条着物っ子って言ってですね、群馬県の桐生、桐生というと、あの、着物の産地ですけども、この織物の産地、桐生でですね、えー、彼女は、九条着物っ子という運動を始めた。えー、なんでと聞い,て聞いてみたらですね、着物も、九条もいいものなのに使われていない。使おうじゃないか。こういう着物と九条をセットにして、えー、着物だからしょっちゅう着ると。そして、銭湯にも、着物で行く。 そうすると必ず聞かれるわけです。え、今時の若い子が、あなんで着物着てるのと聞かれたら、着物も球場もいいもんだから使いましょうこう言うと向こうがほっこりするわけですよ。そして、ああ、そうだねという気分になって、球場と着物をセットするっていうのはいいですよね。着物は文化です。ウクライナも文化を主張する。日本人、我々だってアメリカナイズされたもんじゃなくて、我々の文化、我々の存在っていうのを主張したいもんじゃないですか。 何も世界を否定するんじゃない。世界は世界、いろいろの各地の文化がある、それを認めると同時に、我々の文化も主張していきたい、そしてそこに球場という、本当に世界と通じる、世界の誰もが持ってほしい、そういうものを持っている、これを私たちは主張していきたい、それを一人から進めていきたいというふうに思うんです。以上です。ありがとうございました。 ありがとうございました、えーあの。千尋さんは「君の星は輝いているか?」という本もあの書いていましてピースボートに乗るといつもその講座を知っていただくんですけれどもあのやはりあの久しぶりに聞かせていただいたんですけれどもみんなでいつも話すのが 千尋さんが一番輝いてるよねっていう話をするんですけれども、本当に今日はそんな感じを受けました。ご講演ありがとうございました。はい、続きまして、二、えー、番目の講演を紹介させていただきます。えー、もうイラク、パレスチナの問題をはじめですね、多くの場所に現場に足を、えー、運んで、えー、現地の人たちの声を聞いたり、えー その状況をを伝えたたりずっととさされれていいいるんんですすけれども、えー、柴玲さんを紹介したいと思います私はあのイラク戦争があった時にデモに参加した時にあに初めて、えー、お会いしたことを覚えているんですけれども本当にですね、あのー、とにかく犠牲になっている人のことを考えるというイメージを強く持っているジャーナリストです。えー、今日はです、ねえー、2, 2冊目の本ということでウクライナ危機から問う日本と世界の平和ということで、えー、またご講演をいただきたいと思いますでは柴玲さんお願いいたします。